やっとね、はい、バイクが届きまして、はい、やっと納車されたんですよ。はい、あ、だいぶ前に言ってたじゃん。ハーレー、はい、お1年4ヶ月かかりました。はい、まあ、コロナが直撃やったんで。なるほど。部品等がもう海外からコンテナに、はい、止められて、はい、そっから 2,3 ヶ月ほどけないみたいな、はい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 、そういうのが続いたんで結局かかったんですけどね。来ました。うわ、時期にまたこれ。いや、すでに暑かったです。ああそう。いや、もう熱がね。ああそうか。すごいんですよ。へえ、はい、これね、本当にあの、まあ、いわゆるちょっと難しい仕様にわざとして乗るのが、はい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 、そっちの方が面白いよってみんな言われて、はいはい、ほんまに最初ビビりましたね。あ、そう。恥ずかしかったです。大変やろ、慣れるまで。慣れるまでね、やっぱエンストしちゃうような仕様なんですよ、はいはいはい、バイクって普通クラッチをね左手で切って、はい、ギアを足でガチャンと入れてスタートするんですけど、うんうん、はい、足でクラッチ切って、はい、ここにあるレバーでギア入れて、はいはい、スタートするっていうね、はいはいはい、こんな体勢になってやらながらやつなんですけど、はいはい、まあ偉そうに全然大丈夫ですって言って最初の乗る時、はいはい、偉そうにやって店の前でゴンゴンゴンって、まあなるわそらなるんですよこれ。あれの時にやっぱみんなからすごい、そのさっき乗ってる人たちからアドバイス受けて、はい、こういうもんなんです顔っていうのが古いハーレー乗る時大事なんです。なるほど。はい、想定内、想定内、想定内です。ガーンガーンとか、ああとかなるんじゃなくて、ガーン、オッケーオッケーってこうすぐこうやって端に寄せるのが大事と、後ろへの車へのアピールでもあると。なるほど。こういうもんなんです。うんうん、あのフィギュアスケーターの人がこけた後にこけてないみたいな感じ、ね。そう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 、それが一番大事なんですよ。ああ、うん、後ろの車に対してが一番それがアピール必要。はい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 、何してんねんってなるじゃないですか、うん、自分が車乗ってて、はい、前ですの急に止まられたら、はいはいはい、うん、でなあ、なった時はパッとこうゆっくり降りて、これが大事なんです、ね、はい、けど坂道とか、はい、坂道は意外とその慣れたというか、はい、最初からできたんですよ。ああこういう感覚か。はははは、大変。でも楽しい。いや、もう楽しいです。これから天気もええし。え、そうですね。こうもちょうど、いや俺もこの間なんかもう悪手もうてんが、はい、何やろこれと思って、はい、信号もものすごい天気のいい、はい、気温23度ぐらい、うん、もう暑くもなくみたいな、はいはい、ちょうど最高のね、頃合い、天気のいい昼下がり、うん、信号待ち、窓を開けて信号待ちしてたら、はい、ファーって、俺もう何年ぶりに見たやろ、うん、タンポポ、うん、あの綿毛が、うん、車の中がフォーンと入ってきて、ポンってこれ何このなんかいいですね。の、うん、俺がサザエさんの登場人物だったら、はいはいはい、予告前のプチエピソードで絶対喋るなと思ったから、はい、タッタッタッタの時ね。ジュニアです。先日天気のいい昼下がり、信号待ちをしていたらタンポポの綿毛が春の告げを教えに来てくれました。さーて来週ってなるやつです。ってなるやつですよね。はあ、まあいいですよね、そういうの感じ取る。窓を開けて走る季節中が一番いいですから、結局、はい、そう。本日特別ゲストが来ておりますが、登場前にソーシャルディスタンスのためにちょっとね、感覚を広げましょう。はい、というわけで登場していきましょう。この方々です、どうぞ。出ました、本日の特別ゲスト、米田美健です。俺初めましてかね。ああ違うな。いやいや、一度あのルミネでご挨拶して、はい、ルミネでさ、はい、ルミネで挨拶したね、はいはい、でもそれぐらいの、それぐらい共演はないもんね。はい、はい、初、初、はい、あ、俺も何回もしょっちゅうあるね。しょっちゅうある。ザオーとかアベマとか。あ、そっか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 。ちょっとあの自己紹介ソングがあるので歌わせていただいてもいいですか。すいません、すいません、すいません、失礼します。ワン、ツー、スリー、フォー。水着でフルスピード、松原ではすぐリキュールねえ。カニ食べ行くと誘われると思いました。パフィーです、お願いします。違う違う違う、パフィーじゃないの。すいません、パフィーさんの自己紹介ソング歌っちゃいました。間違えてます。違うのよ、ごめんなさい。すいません、 T シャツで、ね、ズボンのスタイルはパフィーやけど。すいません、はい、米田にせんでした。これさ、いつもこれやん2人。あ、はい、洗濯間に合うの。あ、
意外と間に、まあ、こっちはまだ分かんない、はい、最悪2日3日あそうですはいな、はい、同じので同じのでいけるけど、はい、それなんかもう汗そうですねしかもまあ勝手にこんなこと言ったらあれやけど、はい、汗多い方やろはい人よりは多分人より多分ちょっと多いよねそうなんですけどでも、うん、こう夜回してもうあの一撃ですねこのあの扇風機を一直線にもうこれだけ、はい、J3 のリーガーみたいなこれだけに当てれば乾きますあそうやね、はい、ほんまに突然現れたよね突然突然あの M1 の純潔で ありがとうございますどこにいたの、そうなんか神保町の漫才劇場に所属なんですけど、はい、1年前の今頃まだ多分ライブ月に1本あるかないかぐらいだったので、はいまあ、最初はそんなもんやろ本当に M1 我々もびっくりしてます、うん、M1 から急に仕事が増えたのね、はいうん、はい。どういう東京の養成所あ、はい、はい、東京 NSC、ね、NSC、はいうん、元々知り合いで入ったのいやあの NSC で知り合った、はい、NSC で知り合って卒業間際に1回組んで、はいって1年活動したんですけど、うん、その後男性を1人ここに入れてトリオになってでそのトリオを解散してお互い別の相方を探してでもあんまりうまくいかなくて再結成っていう感じですね、はい、じゃああれだこいつとならやれるっていう感じで組んだんじゃないんやお互いああなんかでもたまにいるよね1回解散したけどもう1回っていう、うんいらっしゃいます元さやってやつそうです皇帝さんとかもあの、はい、何回か解散してあいつら喧嘩してしょっちゅう解散するんだよね、はい、そうですいくつあ私が25です今あ25、はい、私が23ですあ、はい、じゃあもうあれや23な23ですはい恋する年代を普通に普通で言うたらねそうですね周り、まあ、はそうでしょ同級生はあ本当に結婚そろそろ結婚したりとかそうです、ねうん、私が最近あの本名の清水天音から、はい、あの誠っていう名前に改名で、はい、愛やからそうですあ、はい、愛と誠で、愛と誠で、はいはい、ダウンタウンさんにつけていただいて、はい、でその姓名判断をしたら、はい、誠になったらモテ期が来るっていう姓名判断になったので、はい、ぜひぜひ、はい、誠の時に誠は今まではモテてきたの、はい、いやあの一回もないですお付き合いしたことがあそうやな、はい、なんかね愛ちゃんは、はい、モテるような気もすんのよ俺いや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 全くないいやあの付き合ったことないですなんかでもあの人私のこと好きらしいみたいな噂とか届くやろいやいやいや届かないですそうかじゃあ遠慮なしに行くなないかないですないんやモテ期来るとモテ期がはいちょっと来てほしいですね意外とね、うん、そういう占いっていうのがいいように作用してモテるかもしれんからねあなんか2024年にピークが来るらしくて、はい、あと2年、はいそうだはい、意外と思うけどジュニアさんも占いで彼女できて結婚するって言われてほんまにしたからねあえ俺言われたっけゲッターズさんにゲッターズに言われてせやったっけこれはいけるぞとか言うてて僕バカにしてたらほんまにしたんですよだから、せやったっけ、はい、うわじゃあだから精神状態が良かったんやと思うんです結局今いけんちゃうかみたいに根底でなってるというかそうなんかな、うん、探そう探す方がいいですね探すはい探したいどう探していったらいいでももうなあ先輩方 もうみんな結婚したりそう、はい、ほんまもうただ単にスケベなやつがいいんやったらないやそうですねタイプちょっとミニスカート履いてうろうろしてたら2週間歩いたら誰か来るやろここまでのミニスカートですかでも一応タイプあるので、はい、ああそれはあるやろ聞かせていただいていいですか、はい、小日向文雄さんえはいあの顔がすごくあそうなはいああいう柔和な、はい、大人な、はい、小日さんダンディーな小日さん、はい、小日さんが、うん、小日さんが、はい、ああいう人は若い女性を口説くなんてしなさそうやもんね そこもまたなんか好きだったりしてなるほど、はい、鼻息の荒くなさがあそうですねそれはすごい逆に難しいとこ取ったなあ難しいですかね小日さん声かけてけえへんや多分その50代の男性はそうですね、うん、50代の男性が好きなわけじゃなくてああいう空気感ああいう空気感です、はい、そうですね、うん、いないですねいないですねアウトレージ見た？めちゃくちゃ怖いよあの人。いやそうです、ね、俺アウトレージ見てから近寄ってへんわ。いやいやいや。それから近寄って。先輩って言って近寄ってきて。怖い、うん。怖い。怖い猫背やんな。そうなんです。ああいう人が一番怖いと思うやっぱ見たら。ああそうですね。あの普段優しい。
先輩、警察も黙ってられませんから、お立ちしてくださいよ。あ、怖い。怖いやろ。怖いです、うん。じゃあちょっとやめときます。小平さん、はい。小平さん。で、愛ちゃんは好みは？あ、私は香取慎吾さんですね。ああ、はつらつ。はつらつ。ちょっと強そうな肉体が。はい、そうですね。大きめの。大きめの。はい。肩が。ね、何？ジュニアさんとその、はい、ご一緒の時に香取さんと大喜利を。はい、あの大喜利、はい、そうや、そうです、せや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 、どう、もうあの大喜利ですら緊張するのに、その香取さんもいらっしゃるし、そうや、もう意味がわからなくて、そのせやさ、ゲストで香取さんがいたんですか、大喜利の場合。いやいや、俺がそのうん、新しい地図の、はい、新しい地図の番組に呼んでもらって、はい、俺がなんか行った、まあ、ゲスト MC みたいなんで、はいはい、で香取君とか草薙君とかも大喜利やるっていう、はい、で香取君の大ファンで、はい、で香取君の一個後ろで大喜利やるっていう、そうなんです、なあ、はい、もうなんかその大喜利も即興だったじゃないですか、うんうん、だしそのなんかこの目の前に香取さんがいるし、うんうん、そのジュニアさんのこの大喜利の番組だし、そのもうよく分からなくて、そうやな、もう必死に大喜利だけして、うん、いやでも結局めちゃくちゃおもろかった、優勝してました、優勝した大喜利をいただいて、あ、じゃあ憧れの人を倒してしまったよ、あ、倒してしまった、倒してしまったことになるよな、倒してしまったんだ、そうやそうや、あの時そうやわ、必死にやったら倒していたんだ気づかぬうちにね、悲しいな、なんか悲しいね、それにしてもジュニアさんどこ行っても大喜利やってるな本当にやらさせられてんねん、やらさせられてんねん、なんかありますかね、大喜利どうですか、いいね、即興大喜利でした、まあ、小平さん病気やから、まあ、そこは仕方ないまあでも今は彼氏とか作ってる場合ちゃうもんね、はい、そうですね、勝負どころやもんね、はい、もういらないぞという気持ちで、今いらない、はい、とりあえずはやっぱり M1、 はい、あ、はい、M1 行きたいです、決勝に、あっちもあるもんね、ザ・ W もあるもんね、ザ・ W も、2冠の可能性あんねんか、そうです、もう年末2000万が我々の目標で、はい、年末2000万ずつ、はい、どっちが先やったっけ、 W 先か、はいはい、去年 W と M1 が同じ週にあって、はい、1週間に2個賞レース2000万チャンスあったんですけど、はい、両方逃す、ゼロっていう感じだったんですよ、いや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 、そうか、近いね、あそこが近いんですよ、はい、はぁ、よう捕まんやろね、今多分1000万あっても、あ、発想ないやろ、はい、何百本も買うっていう、うわ、何を買ったらいいかが、そうですね、私は愛さんの、ちょっと笑っていただいていいですか、上の歯がまだ2本乳歯なんですよ、え、なのでこちらを、ま、こちら の、 あの乳歯の抜けた時用の新しい乳歯の差し歯を作ってあげたいんです、うん、それが1000万かかるか、永久歯でええやん1000万かかるかなと思って、永久歯が生えてくるやん、乳歯なくなったら、いや生えてこないです、ママっていう人いんの、はい、生えてこないですって言われて、もう永久歯がないですって言われて、永久歯ない人おるの、はい、この剣歯が、愛ちゃんだけ永久が約束されてんの2本、はい、そういうことあんねや、はい、なのでなんか乳歯の差し歯を1000万で作ってくれる、はい、いやギラギラの差し歯だって銀でカチカチの、はい、カチカチの作ってあげたいなと思って、でもそのえ去年か の、 そのまだみんなが手の内知らない米田2000って何者の時の、はい、あの時と、はい、もうみんなが分かって、はい、さあ米田2000お手並み拝見といこうかっていう空気とまだちゃうもんな、うん、あ、そうですね、うん、もう全然、うん、まあでもまあ前半のだからこの分かってもらえる時間はもう逆にいらないから使えるわな、その時間は、あー、そうですね、キャラクターをね、いきなり、はい、そういう良さはあると思うけど、そうやな、ところで愛ちゃんのさ、はい、ズボン、ズボン、なんていう種類のズボンあ、これですか、ジーンズでなし、スラックスでなしこれなんか俺なんかズボンの種類分からんの初めてやねんけどズボンの種類だけ教えてくれる？これなんて言うんですかね。なんて言うて買った？これパンタロン。パンタロンか。スウェットパンタロンっていう。スウェット生地やねん。この前が伸びない生地で、うん、コーナー中に大縄をするって時で、うん、ここでビデーって破けて、はい、ここからここまで破けて、はい、パンティが。パンティが。パンティを。いや、あらやだ。こうやって
もうちょっと本当にすぐ裏行って、ね、なんかガムテープでぐるぐる巻きにしてとりあえず出たんですけど、いやもう出んでええよその時こうなって出てて、はい、でもウォーキングが俺の見立てでは、はい、女性の芸人に一美しい、あはい、ありがとうございます。いやウォーキングって難しいですよあれ、いやウォーキングモデルの人でもそこらが一それでやめていく人おんねんから、いやいや芸人さんでもモデルやってたみたいな人もいますけど、はい、いやいや結局愛ちゃんのウォーキングに勝てるやつはいないですね。ちょっとそこまで言うの見せてもらおうかな。ちょっと愛ちゃんじゃあ出てきて帰ってもらっていい？あ、はい、あもう出てるわちょっと。もうこぼれ出てるわ。ちょっと一瞬こぼれ出てるわ。じゃあお願いします。はい。いやいやいや。ちょっと。ちょっと。ちょっと愛ちゃんちょっと戻ってきて、ちょっと愛ちゃんあのね、うん、ちょっとね、うん、あのごめんな、ちょっと振りかぶりすぎて、うん、ちょっとよそ行きすぎて、ちょっと普段もうちょっと自然にお酒が過ぎたというか、いやいや真面目にはい真面目に、うん、でもな美しいよな、はい、ちょっと俺目細めたら今ガリガリガレクソンに見えたけど痩せる前の、いや私の愛のウォーキング、愛のウォーキングね、はい、ちょっとすいませんウォーキング中に見えちゃったかもしれないんですけど、ちょっと後ろを向いていただいて、だなんかポケットに何か入れてるんですけど、入れてる、これあのダメだよ、これあの記念のトリプルビンゴを、あトリプルビンゴでした、すいませんちょっとこれあのトリプルビンゴ愛さんが多分いつかなしたの、うん、おとといぐらいのビンゴをあの景品と変えずに、はい、トリプルが珍しいということで取っておいてるんですよ、はい、変えた方が良かったんじゃない、はい、でも返していきますこれおい、おい、とんでもない世界観で先輩二人困らすんじゃないよ。すいません、その、あの、困ったよ、その、すいません。世界観の押し付けすぎは。気をつけます。トーク番組で。すいません、あ、すいません。過去何組か見てきたけど。すいません。結局自分が苦しむことになるんですよ。誰も何にも言ってくれなかったから。すいません、申し訳ございません。トークの時は気をつけろよ。はい、すいません。気をつけます。トークだ。スポーツ歴は二人。私はないです。ない。吹奏楽部でした。なんかあれ勝手に予想していい？はい。ホルン？違います。なんだっけ？あのバリトンサックスです。ああ。でもあれ結構肺活量ね。男の人のやる、はい、バリトンやったら、はい、おーって音やもんね。低音が好きで私。あ、それが好きでやりたかったやん。はい、支えたいと思ってやりました。女房役やね。あ、はい。そうなんや。誠はソフトボール勝手に決めたけど。あ、すいません。テニスで。あ、テニス、はい、あの。テニスのコーチもちょっとだけしてたことあるぐらいで。テニスかなりよ。テニス推薦で高校に入ったので。すごいよ。結構テニスはできます。高校そんなにゴルフやのにな。あ、すいません。ちょっとすいません。すいません。ちょっとテニスだと思っていただいて。何式？あ、公式。公式、はい。じゃあ中学生から公式やってた。小学生の後半から公式やってて。マジで、はい、肘終わってるやろ、終わってるってあれやけど肘よくな、あのウィンブルドンの少年少女たちがね、はい、子供の時に硬球やってたから肘変形してるとか、はい、意外とな言われたりするんだけど、ギリギリ大丈夫、ギリギリ大丈夫、はい、いや、愛ちゃん愛ちゃん愛ちゃん愛さん私もギリギリ大丈夫アウトだよギリギリ思わず往年のイククルさんの漫才やりかけた愛ちゃんこんなところ足出してギリギリ大丈夫ギリ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 ですいませんテニスとあじゃあ結構すごいね、はい、あそうですね結構やってましたへえ、ね、こうフォアは打てるとしてこっちはやっぱ両手あ私は両手でいって両手でこういう感じで両手でいいねへえこういう感じええええアイちゃんだから言ったでしょ、はい、その世界観見せるのやめなさい横で勝手にこんなことやってる、うん、ちょっと学びたかった、うん、もう一個だけ世界観いいですかあ世界観にもうせっかくやからもう一個だけやで世界観すいません、うん、あのちょっとお二人にあの、うん、お土産を今日持ってきてて、はい、ごめんな気遣して、すいません今までしてもらったことがあるそうですよねやっぱりあのこちらまずジュニアさんからあありがとう、はい、すいませんそれぞれにあそうですねこちらあの二人で名古屋城に行った時のお写真ですすいませんお名古屋城それの世界観やってるやんそれの、 あのちっちゃいバージョンすいませんあの2人で行ったんですよお前や2人の写真もはいそれ記念日に行って、はい、記念日に行って何の記念日3月22日、はい、3月22日はあの2人でハーモニカ教室に習い始めた記念日で、はいはい、なんで愛さんハーモニカ持ってるんですよ
ちっちゃない？いやちっちゃくない。通常のサイズの。はい、あそう。はい。で今ここにポケットをこう二人が叩くと、おい、あれ、ここにハーモニカが入ってるんですよ。これが世界観。吹いていく。いいですか？じゃあ一曲。はい。結構すごいんかい。いやちょっと待って。愛ちゃんいる？いる。いますよ。愛ちゃんがあるからいい。そうか。そうか。それなかったら寂しいもんな。じゃあ受け取っておきますけど、はい、押し付けるのやめろよ。よろしくお願いします。ありがとうございました。ほんまに言うたらその M1 出るまで全く知らなかったですもんね。あ、こういう子がやっぱりまだまだいるんでしょうけど、突然現れるな。あ、はい、ところでこのシールどう使います？いやシールちゃうねんこれ。え、ほんまに単なる写真やこれ。まあ、最低限のエチケットとして家で捨てますよね。私は愛さんのちょっと笑っていただいていいですか。上の歯がまだ2本乳歯なんですよ。なのでこちらをこちら の, あの乳歯の抜けた時用の新しい乳歯の差し歯を作ってあげたい。いやギラギラの差し歯なんで一切待ってない。銀でカチカチの、はい、カチカチの作ってあげたい。Kia, bao tiếp nổi lên gió gào tuyệt vọng, gió không cần chăng một tâm hồn nóng trong cuồng quay điên đảo giữa trời lạnh thế này. Anh yêu mình hay nói ít thôi, chặn điện thoại chờ vơi trong hẻm nhỏ, giọng anh đã nhòa đi, nói câu gì em cũng nghe là yêu cả. Em áp ống nghe vào má mình muốn sưởi ấm mùa đông. Em thấy tim đập nhanh, thấy má ửng hồng, thấy mắt long lanh, thấy lòng dịu ngon. Tình yêu bao năm rồi vẫn mang tơ non nớ, nâng niu suốt đời anh nhé vì nhau. Chất vấn ngời lên sáng suốt đêm thâu, như tình yêu mình suốt đời không ngủ, như trắng trong không gian bao giờ biết sợ. Đêm đen lạnh lùng, sương mũi giá băng, như tình yêu mình suốt đời không ngủ, như trắng trong không bao giờ biết sợ. Đêm lạnh lùng mũi giá băng. ちょっと見たと思うんですけど、はい、見ましたか？ザ・マッチ。ザ・マッチ。はい、ね、夏川天心対タケルって言って、はい、まあ世紀のね一戦って行われて、僕はあのお仕事で行かせていただいてたんですけどね、はい、まあ、6年間戦えなかった2人、うん、もう言い始めてみたいな、はい、そう6年のうち、まあ本当僕お仕事でそれぞれに、はい、3、4回ずつはそのインタビューしてるんですよね。ほうほうほう、はい、いやどうですかみたいな。あ、
オフィシャルで。オフィシャルで。はいはいはい。はい、で、いややりたいですって二人とももちろん言う。はい、ね、6年間。で、ちょっとやっぱなんかカメラが回ってるか回ってないぐらいのタイミングで、はいはい、やっぱ二人がね、すごい怒ってたんですよ。ほう、なんでできないのか分かんない。なるほどね、はい、大人の事情みたいないろいろあって、はい、いや当人同士がやりたいって言ってるのに、はい、なんでできないんですかね、はい、みたいなのをそれぞれ言ってて、はい、でそれぞれやっぱこうあの人と戦ったら絶対面白いと、でお互いまあ負ける気はないみたいなのをね、はい、こう聞いてたんですよ、はい、でもうその焦りとかまあまあ苛立ち怒りですよね、うんうん、を常にこう聞いてた二人がいよいよ戦うってなって、で早ければ早いほどええもんね。そうですね、あ、はい、アスリートやから、はい、で入場です、はい、みたいなのになった時に、はい、やっぱ東京ドームまあ本当満員やったんですけど、うん、もうみんなそこで総立ちになってうわーなったんですけど、はいはい、やっぱ僕そういうのをやっぱ6年間お互いから聞いてきたから、ほうほうほう、あまりにも感慨深くなっちゃって、はい、なんかね乳腺が腫れてきたんですよ僕。ほう、ほう、何やろこれって。なんだ、変な不正が、変な不正、不正、いや母性、母性が、はい、で2人の入場してる時、まあ交代でもちろん入ってくるんですけど、はい、最初タケル選手入ってきて、はい、次天心選手入ってくる時に、はい、もうその時タケル選手が入る時にはもうタケルの母、はい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 、天心が入ってくる時は天心の母、はいはいはい、こっちはタケル、こっちは天心、おう、こうだくか、こうだくか、そうそうそう、はい、もうピクピク言ってきて、これほんま冗談抜きですよ、人体の不思議というか、おう、試合中おうびしょびしょだったんですよ、え、なんか出てきたんです。いや汗やろ、汗やろそれは。いやいやいや、興奮から来る汗や、汗ばんでる人だらけや。違う、それで言うたらみんなやわ、そんなもん。ニュー、ニュなんかね、ニューめいたものが、父なんか甘い匂いしてきたんですよ。もうミルクやん、ミルクです。で、なんか横に座ってたと思う、あれみたいな、みたいな、いい匂いするけど、いい匂いする、なんやろこの懐かしい匂いみたいな顔で僕の方チラチラ見てくるみたいな、そんな状態になったんですよ、ほんま。ああ、で、終わって着替えようとして、ああ、タンクトップになったらびしょびしょになってましたから、ああ、乳首の周り。そう、母性目覚めてしまったんですよ、二人のあまりのこの今までの思いを受け止めすぎて。だからね、正しくない見方をしてしまったというか、ほう、興奮できなかったんですよ、ほう、もう途中でもうやめてみたいな。あ、もうお互い同じ回数、はい、同じ時間だけ6年間ずっと聞いてきたから、はいはい、もうやめてくださいみたいな、はい、母として、はい、みんな私息子を2人が殴り合ってるのか何が楽しいんですかみたいな、そうやな、状態になって。いや、人体の不思議ってあるから、人体の不思議ですよ、分からへんよな、ほんまに怖かったです、本当にね、はい、で終わった後ももうバックステージでおたけと目合わせれなかったです、やっぱ、なんか勝った方にも勝者にも敗者にも、はい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 、見てはいけないもん見てしまったんちゃうかなみたいな感じで、不思議な感覚です。いや、人体不思議やろ、前も言うたけど、はい、後輩の中本っていうのと、はい、宮古島行って、はい、何人も後輩5人ぐらいと行ってる、そんな中の一人の中本っていう後輩、はい、みんな同じホテル、みんな朝から晩までずーっと3日か4日か、うん、同じシャンプー、同じ、同じボディーソープ、うん、同じ食べ物、同じ飲み物飲んでんのに、うん、中本の2日目ぐらいから白いシーツが青色に染まっていって、もう3日目4日目布団のシーツ毎回変えてもうてんのに真っ青。何が起きてるんですか、何が起きてんのか分からん、はい、白い T シャツ、うん、真っ青、ブルーの汗が出てる、ブルーの汗で、これもさすがに番組で解明しようって言って行ったら、ほんまになんか極度のストレスから来る汗が青色になる人いんねんて。だカモシカとかがなんか襲われそうになった時とかはめちゃくちゃ青い汗をかくとか言って、ほう、すごい苦手な先輩と同部屋やった。バレたよ、そこで、そこでもうバレてまうんや。ほんまに青い汗やからね。
不思議やね人体で俺が二十歳で肝臓で、はい、あの死にかけて、はい、面会謝罪ずーってなってそっから1ヶ月ずーっと俺部屋で行った時は、はい、今度はあの横断横断ね白目から、はい、体から真っ黄っ黄白いパジャマ、はい、横断で真っ黄黄なんだえ横断って皮膚に出るだけちゃうんすかそうそれがもう汗で染み出てそうあほんまの黄色やねそうほんでもう T シャツなんてもうあるってもあるとも落ちん、はあ、うん不思議やろ不思議横断が色つくの T シャツにみたいないや皮膚が黄色っぽくなるのが横断やと思ってました、うん、黄色なんですねだから、うん、ドームでそうです乳出したっていうのも、はい、あながちそれらに比べたら軽い症状ですよ母性が目覚めて乳が出るなんてのああ、うん、いや欲しいあれからもうなんか胸も柔らかなったしななんか体変わったんですよなんかね、街歩いてる時にこう花見てしまったりとかこうやって開いてるのは何かが、はい、今まで気にしたことなかったです花壇なんてはいはいはい、はい、それがあらあらみたいないや目覚めさせられました、ねまあ、だからそれこそほんまにこんな病気のこと言うのあれやけど、うん、男性でも乳がんやろもちろんあるでしょうね、もちろんあるでしょう女性の方が率はね危険性は高いでしょうけどうん、いや乳がん検査 の, あの密着みたいな番組やったことあるんですけどほうあれ痛いんですよ僕っちの僕は食らってないですよ、うん、ああいうねなんかこうなんかこんなんで挟むんですよ ね, あこっちか、はい、あれその女性のカップ数への配慮がないんですってだからまあ例えばものすごい大きい人とかやったらブーって挟めるんですけどちっちゃい人はもうなんかこうギュッて挟むんですあれもうちねられてる感じそうですそうですちねられた痛いねそうもうテレビやのに普通に痛いって言ってましたもん女の人ああ、はい、なるほどなるほどもうだからこれしかないんかみたいなあもしかしたらでもそれもう何年か前やろあそうですねもうすごいよああ医学は進歩がうん俺もこの間世界仰天で俺の股関節の手術のことを特集でやってもらってんけどこっちの角度とこっちの角度を今まででっかい機械でこう測ってここに人工股関節この角度をやったら大丈夫これで脱臼したりしないようにっていう角度を大きい機械でやってたのを今携帯でアプリで俺これ先生のアプリでやってはんのこの角度アピピピいいですよーって入れようって言って、はあ、すごいやろそんなもんで済むとまあ言葉を選ばずに言ったら、まあ、言うたらそういうのが開発されてそれができてまた2週間後ぐらいやってんだ俺はあもう最近も最近も最近ほんでそんなもうあって俺はもう全然知らんかったけど、はい、実はっつって俺はプレートみたいなの置いてそれでアプリで撮ってみたいな、うん、そのプレートもしよかったらっつって記念にいただきましたけどめちゃくちゃちゃんとしてんねんそこの病院も、はい、まあまあどこの病院もそうなんやろうけど、まあまあねうん、そういう特集でって言って日本テレビさんが行っていろいろやるのに、うんこういう方法で手術しましたで術後こういう風になりましたいろんなことをその病院が、うんまあ、忙しい中テレビ局さん来てくれはったんでつっていろいろこう事細かにやってる中、うん、唯一これだけは出せませんちょっと確認がいります、はい、これだけは本人確認がいりますって言って、うん、吉本に先生わざわざ忙しいとか電話してきてくれて、うんうん、レントゲンを日本テレビは要求してますえ、うんねうん、はいジュニアさんのうん、そのレントゲンにははっきりとポコちゃんが映ってますこれをお貸ししていいんですかと、まあ、この辺撮りますからねもう個人情報がもうすごいからバーコー映ってるからはいはいねはいはい、そんなんどうぞ言うて普通なら出してはってもええのに、はい、ちゃんと本人にこれだけはこのプライベートな部分だけは本人の確認がって言って、うんうんうん、で、はい、いいですよって言ってあ勇気ある決断、うんうんはい、で俺オンエア見て、はい、モザイクかかってたレントゲンにモザイクでおかしな話ですけどね映ってないわけですからえシルエットが映ってるわけでしょシルエットシルエット、うん、あシルエットもダメなんやどうなんやろなそこはもうそれぞれのなるほどねまあプロデューサー判断というか判断やろねあ最近そうやな長い間見てないんで落ちててもジュニアさんのか分かんないかもしれないですもんねうわ寂しい
あんなに見てくれてたのに、はい、でももうなんか見ることないじゃないですか今。そうやな、はい、だいたい周りの芸人のチンチン落ちてても、ああいつのやつ拾えたんですよ。だいたい落としますよ言うて、ああ、うん、電話一本入れといて、ああ俺拾っといたからっていう、ああああ、今誰のチンチンも分かんないかもしれないです。ほんまやな、うん、あんま行かへんもんな。あんま行かへんし、またコロナもあって仕事でなんかわーとか裸になることもなくなったじゃないですか。もうないやろ。何回言ったら裸になってごまかしたりしてましたもんね。ごまかすってわけじゃないけど全員脱げみたいなもありましたもんね。もうないんちゃう。仕事で裸ないですね。なあ、裸になるのでももうなんかあの肌色のパンツさっき履いてるとか、はい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 、履いといてくださいみたいな。あとで編集大変なんで、はい、うん、そんなんばっかりですよね。せやな、うん、分からへんな。だからもうジュニアさんのはもしかしたら見逃すかもしれないです。落ちてたら、うわショックやわ。なんか切ないな。警察に電話入れとくかもしれないです。誰かのチンチン落ちてますんで。いやほんまに、うん、人ってこう変わっていくやん。人は変わりますよ、ね、良くも悪くも、良くも悪くも、はい、ね、はい、あの三又又蔵さん悪くも変わりましたよ。あっこから悪に、あっこから悪に転ずることないか。はい、ね、はい、何年か前に、はい、まあこんな、まあこんなねプライベートなこと言うのあれやけども、うん、大失恋したんですよ、うん、もうね、53、54歳の人の大失恋聞かなあかんか。54ぐらいの大失恋は、うん、それはもう何やったら若い時より逆に傷深いわ、治りは遅いわ。はい、10代20代なら明日があるさと言えるけども、そう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 、もうそれはね傷が深かろうが、はい、治りも早いし、はい、出会いもあるやん、はい、もう55かな、うんうん、最後の恋と言ってもいいぐらいの年齢です。いやほんまに、はい、うん、でもう大失恋、うん、でもうそれが何年か前、大失恋、もうずっと引きずってたわけ。ね、ね、はい、まあそんなこともあったんよ。まあまあ人にはあるでしょう。で、はい、美和さんがなんかライブをやるのに若い芸人さんにちょっとネタを作ってもらって一緒にやるみたいなことがあって、もうすごいその若い後輩の芸人さんはすごいこうシュッとしてネタも面白くてちゃんとしてる子なんて、ほんで、あ、こいつモテるやろなみたいなこう話しても、でお前彼女いんのみたいなって言ったら、いやいないっすみたいな、お前なんで彼女いないの、いや興味ないっす、え興味ないって何なんだよ、いやいやだってもうめんどくさいじゃないですか、喧嘩したり食べ物が例えば合わなかったりとか、もうそういうのもめんどくさいんで興味ないんですよ、うん、みたいな、興味ないってお前若いのにさとか、いやもう彼女なんでいないんだよ、まあまあ、まあ、まあいるっちゃいるんですけど、まあいいじゃないですか、え、いるのお前って言って、うんうん、ね、うん、え、何なの、いやもう笑うからいいですよ、いや笑わねえよ、なんでお前ちょっと写真見せろよみたいな、うんうん、見せろよ、うん、あ、まあ本当笑わないですか、笑わない、なんなんだよって待ってみたらアニメなんて彼女が、お、うん、で、え、お前何ってなったんだよって俺に言うわけ、うん、美和さんが、うん、ほんで、お、あ、そうっすかっつって、うん、いやさ俺も 100% 理解はできへんけど、うん、なんとなくまあまあそんな人もいるやろなっていう感じですけどね、まあ、確かに今増えてるやろなとも思いますしね、え、そうなのお前とか言うから皆さんが、うん、いや、なんとなくわからんでもないっすよとか言って、うん、俺この間も前言うた、うん、飛行機乗ったら隣の人が飛行機の機内食を二等身の可愛いあの空き分けみたいな4体出して一緒にこう5人で食べてはるわけ、箱を囲むというね、そう、うん、ほんなこっちは1人でボーっと飛行機乗ってる、うん、こっちは5人で楽しい旅行してやる、どっちが豊かかって言ったらこっちの方が豊かやなと、ね、はい、思ったのもあるし、はい、例えば乗り鉄とかいう人がこの鉄道廃線になるその電車に向かって、うん、まあ、言うたら申し訳ないけど鉄の塊や我々からしたら、うんうん、でもその人たちからしたらありがとうとか泣きながら、うん、愛してるよ忘れねえぞとかって言うてある、うん、その気持ちも分からんでもない、うんうん、だからその若い子がその二次元の彼女っていうのを僕分からんでもないっすけどねって言ったわけ、はい、え、お前そうなの、うん、まあそれはそれでいいんだけどさ、うん、俺彼女できてさって言い出したわけ、美和さんが、うん、え、よかったじゃないっすか、うん、つって乗り越えて、お、え、どんな人ですかって、うん、マジやで、はい、俺二人っきりで、はい、いや今日連れてきてんだけど、ええこれって言って二等身のアスカラングレー、あーはっ
アスカランぐらいよ。マジやねん。あ、どう、え、ちゃんとマジ、ちゃんとマジやねん。でさ、もうずっともうこの彼女できてから俺全部心の内全部喋ってさ、家帰ったらすげえ叱られんだよ。だから俺この彼女できてからさ、生きらなくなったわ。コバ、うん、俺らの知ってる三又さんはもういないよ。だから我々が何を言わなくて もう彼女に叱ってもらえるんですか。あんたバカ言ってもらえるわけでしょ。これほんまにちょっと教えてほしいね。あ、なんですか。めちゃくちゃ難しかって、はい、俺もグーの音も出へんかってんけど、はい、なんてない話やで。グーの音も出ないって相当ですよ。これマジで教えてほしいね、はい、俺あ、じゃあ今日から会う芸人に聞いていこう。はいはいはい。どうしてたって、同じ状況やったらどうしてた。はい、はい、まずは一人目。はい、はい、あ、わかりました、ね、はい、もう実際そのシチュエーションの方がいいかね、喋るより。喋った方がいいか、うん、喋った方がいいか、任せます。で、タクシー乗りました。はい、で、もちろん運転手さん、はい、と俺です。はい、しばらく走ってました。はい、お客さんちょっといいですか。うん、はい、うん、なんすか。前の車のナンバー見てくださいよ。うん、はい、4114じゃないですか。うんうん、で、このタクシーのナンバーが、うん、1441なんですよ。うん、これどうする。どうする。どうしてよかったんやろ。ほんまに8秒ぐらいの沈黙で、うん、なんかすいませんって言わせてもうて。はい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 、これ何やったんやろ。ま、正解なんて多分ないですよ ね、もちろん。4114と1441やね、うん、うん、これ、うん、とっさのこれどうする。自分が秋山とかやったら歌言ったでしょうね、もう電話番号の歌みたいな、はあはあ、1441411とか言って。あ、ええな、秋山ならね。でも僕ですからそれできない。そうやな、はい、こういう時はなんとかダイヤル1441411とか秋山からやれるじゃないですか。素敵な返しやなそれ、はい、でもそれ秋山であって僕がやってもっていうあれですもんね。こういう何かを、でも何かを求めて言い張ったわけやろ、うん、運転手さんは、うん、そうですね。いや僕もなんで俺に聞くねんちの、似たようなシチュエーションでありましたけどね。おうおう、あの番号見てください。あれ、あの海外の大使館か領事館のナンバーですよ、はいはいはい、あれお客さんとか言って、はい、ああそうですよね、うん、あれねとか言ったら、ところであれ大使館か領事館か分かりますか。聞こえてきて、あ、答え教えてもらってると思って、あ、分かんないです、何すか言ったら、いえ、こっちが聞いたんですよ。知りませんっていうのはありましたけどね、ついこの間。あ、俺が正解してる思ってたんやみたいな。ああ、1441414141ね、うん、なんか言えそうではあるんですよね。なんか言えそう、ね、なんか言えそう。これほんま芸人みんなに聞いていこう。誰か答え出してくれんじゃん、まあ、なんかね、あ、まあ、こ足したらこういう状態ですもんね。なんかそう、噛み合うっちゃ噛み合う。事故ったら5555ですねとか、あ、ちょっとそれは演技でもないもんな。演技でもない、うん、運転をなりわいにしてる人にはね、そうやな、嬉しくないと思いますそれ、うん、家帰っても結構な、うん、何があったかとかさ、 あとさ全然ええねんけど、はい、なんかよくよく考えたら、うん、なんでそんな言われ方せなあかんのみたいな、はい、いや別にええねんで、ええねんけど、はい、例えばトラック前走ってる、はい、ほんならこの車は法定速度を守ります、うん、お先にどうぞ、うん、書いてますよね。いや僕も守りますけど。なんで俺は道路交通違反者やと思われてんの。どうぞやめてください。いやいやいや、俺も守りますから。俺道路交通違反者じゃないですから。あなた方が何をしようか私はそんなのに影響されませんっていう。いや、なんでそんな決めつけられてんの。犯罪者先どうぞみたいな。書いてます、確かに書いてます。なあ、はい、あ、うん、
そうです。1441414141414141414141。これまあまあ持って帰るで。まあまあ難しい。なんかの時に思い出したってなりそうな。うん。難しいやろ。難しい。でも何かはありますからね、これ。何かは。おそらく絶対答え誰かが持ってる。うん。うん、なんていう難しいことを本番中に聞いてきてくれたんですよ。なんかもうでかいし黒いしね今もう。いやめちゃめちゃでかなってんな。めちゃめちゃでかなってますよ。そこでよって。はい。いやでかなってるで。まああんまりこういう話したらあれなんですけど、この間お仕事したプロレスラーの若手の方よりちょっと幅あったんで遠慮してこうやって写真撮りましたもん。いや今ちょっと心配だったもんそこ。こういかなあかんちゃうみたいな。肩入れな。はい。そうですね。すごいな。なんかやっぱでかくなれるもんですね。こことかすごいやん。この年齢なんでもうだからオンエアする頃には50ですから僕。ああそうか。はい。ああ。7月の頭ぐらいがね多分。7月8日。はい。ね。真っ黒でしょこれ。どうした。9月の焼け方でしょ。そうやな。はい。夏休み明けの。ああ。うかつなこと言うもんちゃいますよほんまに。この番組で。暴れるがゲスト来た時に。え。行った。はい。なあ。うかつなこと言うもんちゃいますよ、ほんまに。冒険少年。冒険少年ね、ちょっと行ってきたんですよ。うん、もうね、もうこれが流れる頃にあんのかな。まあ間もなくかそれぐらい思うんですけど。いやー、なあ言うてたよな、行きたい行きたい。いや俺らも出てみたいねみたいな。言うてたじゃないですか。舐めないでくださいみたいな。言うてた。はい。フジモンもフジモン出て、はい、藤原で。はい。お前そんなもんスタジオでエアコンの効いたスタジオでダメなこと言うてたらほんま痛い目合うで、はいはいはい、痛い目痛い目合いましたあそういやーなかなかいやもう めっちゃ楽しかったですけど実際やっぱ自然の中で遊ぶって楽しいじゃないですか、はいはいはい、
エンジョイはめちゃめちゃしましたけど、はい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 、こんな腕とかボロボロになって、そうだよ、はい、船なんてまあ作れないじゃないですか、はい、今回もだから専門家の人とかと一緒に やりました僕、はい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 、そこもちゃんとカメラ回してましたし、ね、はいはい、教えてもらいながら、うんうん、こんな結び方ってダメよって、うんうん、あ分かりましたっていう、はい、ね、ただもうほんまにもうスタッフの方が、うん、いやタレントさんに迷惑かかっていけないんで、あ大変やな、大変やな、もう友情生まれましたよちょっとやっぱなんか、俺ほんまに、まあそんな番組じゃないと分かってても自分で、まあ結局言い方組めて旅立つ時にそいつの目見て生きてまた会おうぜって言いましたもんまあそいつも、はい郷さん、海辺にテント立てて泊まってください、あもちろんその全然いいですよってでもそれでまたそれはそれで、はいはい、それで事故あったら何してんね、まあ、ねそんな日にって怒られるしな、海っていつ荒れるかわからないし、そうやで、はい、ただもう全然その何してんねんの事故じゃないですけど、もちろん事故はミニマム事故は起こりましたけどね、うん、海辺に一人でテント立ててて寝てたら、うん、まあ朝80度ぐらいになって目覚めたし何これ熱い80度ってかゆいぞかゆいぞってなったら全身にヤドカリが掘ってましたしね、うわはい、大変や、はい、まあまあでもそれも含めてね、アウトドアじゃないですか、そうそうそう、うん、かわいいこんなヤドカリが、あそうやっぱなんかこう親子みたいなやつがこうやってんのしばらく見えてましたよ大きいのとちっちゃいのが歩いてんの邪魔してるのこっちやからな、そうですそうです、親子の邪魔してるのは、そうですそうです、あ、うん、新たな障害物や思って親子で探検しに来たんですよこれいやー楽しかったです本当に、でも楽しいやん、楽しかったです、ね、もうまた機会あったら行きたいなと思うくらい、あ、俺も行きたいわ、大丈夫ですか、いや、まあ、キャンプとか好きですもんね、キャンプ好き、だし俺ヤドカリ見たらキャーとか言うでしょ、ね、女の子みたいになるでしょ、いやいや大丈夫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 、はい、で俺あのタクシー旅やってるから、あそっか、あれもなかなか過酷なんですよ、あれもハードですよね、あれはハードよ、お前さ歩くっていうのがね、そう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 、しかもあの大体あのルール上町じゃないですもんね、泊まっちゃうとこって山あいというか峠とか、それで大丈夫ですか股間、まがいもんでしょ今股間、違う違う違う偽物股間してるんですよ、はい、股間と股関節は全然ちゃうから偽物股間なんでしょ、全然違うから、はい、イミテーション股間、いや股関節だ、股関節、ああ、はい、ああ股間本物やめちゃめちゃ本物やな、はい、大丈夫ですか、全然全然結構気づいたな、もう全然大丈夫です、手術の後に行ったから、ああそっかそっか、リアルには今日オンエアですけど、はい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 、あんなん大丈夫なんですか、大丈夫、いやあのあれ鼠径部マッサージとか、鼠径部マッサージまだ行ってないけど、はい、まだって何どうなんでしょうね、いやもう全然お医者様に一回聞いた方がいいでしょうね、もし行くことになったら、あ、鼠径部は関係ないからね、もうでもいや熱気ねというか熱気というか、ああ、はい、その中やからな、はいはいはい、その手術した場所は大丈夫やし、まあ、行きたいんかいそんな汚いよやり口、すいません今のちょっとまあ意地悪でしたね、意地悪でした意地悪でした、はい、そうなんですよ、ああなんかねロケ図行っててこの1週間東京全然いなかったんですよね、でも焼けるわ虫刺されるわ、あそう、はい、なんかエンジョイしてんな、エンジョイしてます、声飛んでますもんね今ちょっと、だから、はい、コロナで抑えられてたのはこうやってお客さんも入ってもらってっていうことなのな、はいはいはい、はいはいはい、うん、俺もこの間ふとあれ、うん、って俺ほぼなんかすごい自己嫌悪やねんけど、はい、今、うん、今も必死で今もずっとこの辺にずっと嫌な、なんか残ってるんですか、ぼんやりあんねんけど、うん、パスポートなくしてんねん、うわ言うてあげたらよかった、こんなことないで、ないですよ、もうこのコロナのコロナのせいにしたあれやけど、めっちゃ多いみたいですけどね今、あそうめっちゃ多いって言ってました、多分俺の記憶ではもう去年かぐらいに10年経ってんねん、うんうん、だからどうせ更新は更新やってんけど、うん、なくしての更新とその持っていっての更新ちゃうやん、全然ちゃいますちゃいます、だから今も一からですよ、だから大変です、めちゃくちゃ探してんねんけど、うん、絶対家のどっかにはあんねんけど、うん、僕はふっと思いついたんですよ、だから海外行ってないなみたいな、まあみんな思うじゃないですか、あれと思って、うそうや思って、でパスポートは僕
決めてる場所に置いてるんで。そうやね、俺も決めてる場所置いてんねん。そこにないんですか。そこにないねん。ほうほうほう。だからこの2年間とか2年半3年近くの間に何か、はい、ね、なんかパスポートを何かいる時とか見たのか、あ、思い出みたいなね、たまにね、なんかスタンプなんかで出したんやろな、カバンに入れてるとかね、か子供がなんかどっかに、あ、 そういうこともあるか。それはね、責めれないですもんね。そうで見たら僕あのもう期間やったんですよ、この、はいはいはい、この半年間で書き換えてくれっていう。あ、なるほど。しかも結構ギリギリで、うわやばってなって行って、ほんで更新できたんですよ、うんうんうん、やっぱ言うてました向こうの人、皆さん来ないんですよ今言って、多分忘れてると思うんで、多いやろな、多い言ってました、多いやろな、うん、いやもう自分なんかパスポートをなくすなんてもう、うん、なんかどうやったんでしょうね、めんどくさかったかどうかも覚えてないですもんね、そのパスポート作ること、最初にもう一回作り直さなあかんとしたら、それまたちょっとちゃうんちゃう、紛失みたいなこともやらなあかんから、だから手間が一手間大なるというか、一手間大なるか、あ、うん、ねえ、いやたまに聞きますもんね、あれ、パスポートじゃないけど免許失効して、ああ取りに行くほんま大変や言うて、ああそう、だたまになんかチェックしなダメですね、もっとなんかもっと知らせてくれたらいいのにね、まあ、そろそろですよみたいな、知らせてもらってるよ、知らせてもらってるけど、うん、引っ越ししてとか、うん、で引っ越ししたらもちろん免許のあれも書き換えに行かなあかんから、で書き換えに行ったらそこに送ってくれはんねんけど、平成やねん、まだ、うん、そう免許がそう分からんあれね、うん、もう全部西暦でやってもうたらやってくださいよ、多少その出向する人は少なくなると思う、少なくなると思う、両方書いてくれないのに、平成に平成を令和に全然変換できへんもん、うん、いやそれあのゼロ何年足したらいいですよって言われる、うん、そのゼロ何年を覚えてないし、覚えてない結局ね、そう西暦のこれに10に足したらこうなんですよとか10に引いたらとか、なんかそれ12やったっけとか、うん、それもよくわからないしな、うん、今3年か4年かもはっきり分かってないですもん俺、令和早いやろ、早い、令和あっちゅう間に4年経過た、令和3年あったなかったです、なかったよな、 ほとんどの人になかったです、なかったよな、令和3年結局思い出ないからなあ、旅行行ってないから誰も、そう、うん、いや写真がないから旅行行ったね、おう思い出せないんです、なんかな、うん、あもう令和2年かって思った、令和2年3月、うん、もう次令和4年の5月やと思う眠たくて新幹線乗った時みたいな目覚めたら品川やったみたいな、ね、いやあれも確かにやってほしい、2022年とか、車の車検シールもね、2023年で切れますよって言われたら、うん、方がこうな、こないだそうだからバイク屋さんがパニクりましたもんね、僕持ってオイル交換しよう思って、はいはいはい、バイク屋さんいたらオイル交換いいですかって言って、はい、でやってもらってあれってなって、小林さんえらいことですみたいな、うん、えうち通達しませんでしたみたいな、車検切れてるって言って、なるほど、うわこれ結構罪重いんですよねみたいな、うわあそうですね、とりあえず今もううち預かって乗ったらダメですみたいなやったら、結局月と年逆に見ちゃってて、その人あなるほど全然大丈夫やったんですけど、あこれだからもう西暦で書いてくれるの分からないみたいな、分からなるみたいな、そうやね、うん、いやだまあ、オイル交換で何本かかんの、え何本ぐらいだった、あでも回によって違いますね、あのフィルターとかまとめてやっ、はいはいはい、いや俺あの、はい、1万円でやりますよ、オイル交換いやただでやってやそれ得意なんでしょ、いやいや得意じゃないけど、好きなんですか、得意じゃないけど、はい、はい、うん、あじゃあ今度やりますよただで、何なんですか、えいや楽しいやん、オイル意外と稼いでないんですか、なんか儲け細かいバイトしたいんですか、いやそれやったら相談してくださいよ、僕一応独身なんでお金貸せますけど、あそういやお金じゃなくて、はいはいはい、あ好きなんですね、そうそう、はいはいはい、楽しい、オイル交換楽しいですか、オイル交換楽しい、え僕昔やってましたけど、うん、あんまり長ないですか、長い
できるの。ああ待つのかな。はい、あのでも言うたってそれはもうその間にやることないじゃないですかあれ。まあそうか一人やったらそうか。はい。まあでも言うたって知れてるやん10分15分やん。まあまあまあ15分ぐらいですかね。ああで最後立ててね。見られへんし立てたら。あの不思議な、まあ、バイク乗ってる人やったら分かると思うけど。はい。はい。なるほど。あ好きなんですね、今度やります。あマジですか。はい1万円で。いやいやもうたたんでたたんで。あ、どうですか。昼ご飯で。昼ご飯で、はい、まあまあオイル代だけ。あーあーそうやなオイル代だ。はいはいはい、はい、じゃあ彼僕プラグ交換やります行ってこいで、ね、だからもうコロナでもね、はい、明けてもうみんなこの夏は、はい、この夏ぐらいからですかね徐々に海外もね今、うん、ハワイと韓国、うんタイかなんかはね、うん、ワクチン打てたらいけるみたいな、うん、この間、まあそれは国内やけど、はい羽田伊丹やけど、うんねうん、久しぶりに飛行機で、うん、パッて乗ったら、うん、俺1の A、うん、で1の B、うん、はっ政治やって思ってまあまあそんなことも起こりますよ、はい、まあ同じ、はい、同じ現場やったから、はい、それそうやねんけど、はい、皆さん何それ相方 もっと言うと兄弟で 何がおかしいのそれ、うん、って思いやるかもわからんけど、うん、なんとなく、うん、隣なんてないやんないですよねああうんでおおって思いながらも、はい、隣もう政治か、ま、思いながらはいああ、まあ、政治さんも新聞読んでるみたいな政治もそうやなだからうん、うんほら別にやねんけど俺の昨日気にしすぎかもわからんけど、うん、CA さんが思いの思ってるよりニヤニヤしてたまあねそれニヤニヤするわそれニヤニヤするわご同情ありがとうございます千原様はいはいはい千原様ちょっといじってきとそれニヤニヤするわそれニヤニヤするわबताई सखीला जी वाली बतिया दिया हमारे संग कैले दुर्गतिया दिया हमारे संग कैले दुर्गतिया कैसे बताई सखीला जी वाली बतिया दिया हमारे संग कैले दुर्गतिया चुमस किया शुरुआत जगाया सारी रात ए सखी बड़ा दुखेला करी हैया 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 ए सखी पियावा हिलावे ला पलंगिया की टूटा काया लंगिया ए सखी ए सखी पियावा हिलावे ला पलंगिया की टूटा काया लंगिया ए सखी ए सखी पियावा हिलावे ला पलंगिया की टूटा काया いやあれだから露骨に嫌な顔をした人が今までおったんかなと思った事件ありましたけどねうそう席に関して、はあはあ、僕もあの国内線の飛行機乗った時に、はい、自分の席行って、うん、荷物がバーンと上入れて、うん、座るとパッパッと見たらクリス松村さんやったんですよ、はあはあ、あクリスさんおはようございます、うんうん、って言ったら、うん、嫌なんでしょ私の横って言われたんですよ
誰かがめっちゃ露骨に嫌がったんですかね。あ、そうなんだ。いや全然全然、何を言ってるんですかってさ。せやの、俺もうめちゃくちゃ、まあ、ほんまにこれもしどっかでご覧になってたり、うん、ご覧になった周りの近しい人がいてはったら俺伝えてほしいんだけど。そうそう、さっきの僕のクリスさんのも伝えてほしい。嫌じゃなかったですよ。なんで俺はあの時にスッと言えなかったのかっていうね。はい、俺名古屋であれをコバの後やらせてもらって、はいはいはい、ゴゴスマで、はい、終わって、うん、新幹線乗って、うん、品川向かう、はい、ほな同じ会に出てはったレギュラーじゃないねんけど、うん、2回目かなんかかな、うん、たまに来はる内田恭子さんが、うん、はいはいはい、あ、お疲れ様でしたって言って前やって、うん、で一緒に品川名古屋から向かうねん、うん、ほんでなんとなくさ女性やしこう、うん、あーっと思って、うん、俺が後ろにいたら倒されへんやろなと思って、うんうんうん、シートシートをね、はあ、うん、ほんで、あ、全然倒してくださいねって言おうと思うんだけど、なんか女性の空間を覗くのってなんか気持ち悪いかなとか、うん、なんか思ってなんか難しい、ずっと言われへんかって、うん、で、俺はちょっと倒してんねん、うん、でもその品川まで一切倒しはれへんかったわ。わかんないですね、それそのそういう人かもしれないし、倒さない人かも分からないけど、でもパーティーで、あ、お疲れ様でしたって、あ、どうも、あ、前ですか、全然倒してくださいねって座りはる前のこの空間の時に言うとけよと思って、うん、ちょっと気使いすぎかもしれないですね、それは。倒したかったら言うでしょ、いいですかって言って、いや、言いにくいと思うで。ほんで、まあ、言うたらそんなこと全く気にしてはれんかもわからんけど、旦那さんは言うてもうちの会社の、うん、まあ、年次で言うと、うん、まあ、芸人と社員やから違うけれども、うん、まあ、後輩やん。促したらよかったんじゃないですか。え、促したら、うん、どうよ。なんかたまにグーッと引っ張られる時ないですか。なんかおじいさんが立とうとして引っ張る時あるじゃないですか。何っていう、あれが果たして促しになるか。どうぞどうぞどうぞ言って、いや、どう、まあ、まあ、だからこれから今後もね、うん、何かあるか分からんけど、はい、前に、うん、あの知ってる人が座りはることあるやろ。なるほど。その時にはもう全然フルで倒してくださいねって、うん、何やったら知らない人でもね、知らない人でもね、全くの他人でも全然倒してくださいねっ、こっちから別に言うてもね、うん、怒られることないじゃないですか。怒る人おるかな今の世の中。なんで君にそんなこと言われなきゃいけないんだ。なんかいそう今の世の中。だからなんか、うん、ああいう時にスッとな、まあ、言えるのがね、まあまあそのスマートというか、そう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 、うん、いやいやと思うで。俺自分がなんか知ってるちょっと、年上の人が、うんうん、真後ろやったら、うん、やっぱ落ち着かへんもんな。あ、泣いてるカップル いたことありますよ、後ろに。あ、そう、はい、何を泣いてんのかは別れ話でもなさそうなんですけど、うん、よく分かんないんですけど、うん、ま、とにかく女の子はさめざめ泣いてる、うん、でも男の人も特に声かけないみたいな、グ、うん、ーッと倒してありましたけど。かっこええなあ、かっこええな、泣いてる場合ちゃうぞみたいな、知った激励の意味を込めて。いや、ほんまに、はい、あの、なんなのな、うん、言える人とかそういうのをズバッとね、あ、まあ、誠司さんみたいなタイプね。こないだ、うん、俺それこそ小判も言ってる、はい、あの美容室、あ、美容室さん、ね、はい、あ、もともと誠司から始まってんやん、がみんなに紹介してみたいな、そう、誠司の友達がやってあるところで、はい、で、誠司から俺紹介してもらっていくようになって、はいはい、ほんで誠司の家族なんて全員そこやし、はい、でうちも息子はそこやし、はい、ほんでいろんな人、小判もそうやし大輔とか、うん、はいはい、ね、いろんな人が、今田さんとか、ね、今田さんとか、うん、ほんまにあそこで髪の毛切ってる芸人ですって言ってアメトークでやったらステージ入りきらへんよな、うん、スタジオが無理ですね、うん、100人超えぐらいやと思う、100人超えぐらいの、ああ、うん、っていうお店で俺も20年前ぐらいが切ってもらってて、うん、ほんで20年間で初めて誠司入ってきて、うん、初めて鉢合わせた、コバとはあるやん、あります、あります、2、3回ありますよね、な、はい、散髪屋で二血したことがあるやん、はい、あります、あります。
で例えば小杉がおったりとか、はい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 、いろんな、まあ、今田さんがおったりとか、はい、いろんな人会うんだけど、アズマックスさんとかもね、あそうな、吉本だけじゃない、はい、政治とは初めて会うて、ん、おー、はい、とか言って、ほんならその切ってもうてる美容師さんじゃなくて、その切ってもうてる人とまた違う美容師さんがお昼休憩、うんうん、そういう人 もう20年も前からいて、うん、もう政治のもうめちゃめちゃ仲ええ友達のお姉さんらしいんだけど、うんうんうん、そういう関係性はもちろんあんねやろうけど、うんうん、じゃあお昼行ってきますよみたいな、うん、何食べんねんどうでもええやん、何でもいいやん何でも人様が、ね、ランチに何を食されようが、うん、帰ってきて聞いてもええやん、そうそうそう、何やったら何食べたんですか言って、あ、うん、何食べんねん、うん、あ、いやもう私何もこの辺りもう食べるもんないからもうコンビニで済まそうかな思ってんねん、えあそこらのなんか新しいタイ料理屋できてるやんけあっこ行ったやねんできてたな、いや私タイ料理あかん、なんでやねん、いやもうパクチーが苦手で、えいやタイ料理食われへんの、うん、いやあの私意外と好き嫌い多くて、うん、って私意外と好き嫌い多くてって言った瞬間に、親料理下手やろ俺鏡越しってこれが実の兄なのか親料理下手やろいやいやうちあの両親あの飲食店やってたからそんなことないけどいやいや絶対下手やねん、子供が好きぐらい多いやつはもう親が料理下手やねん絶対や、いや違う言うてあるやん俺切ってもうてる時やったけど顔にこれ欲しかったもん、ね、股間と股関節は全然ちゃうから偽物股関なの、全然違うから、はい、イミテーション股関、いや股関節、股関節、股関本物やめちゃくちゃ本物やな